ようやくここまで追い詰めることができた。
ピアノやってみようかな。やめとけよ。お前みたいなガサツなやつには似合わねえよ。なんでいちいち突っかかってくるわけ？本当のこと言ってやってるだけだろう。誰もあんたになんか聞いてないわよ。じゃあ聞こえないところで言ってくれ。あんたの方こそ耳でも塞いでればいいでしょ。はいはい、じゃあ次からそうするよ。やなやつ。こんな辛い料理初めて食べました。へえ、初めてなんだ。はい、なんという名前の料理なのでしょう。この辛い料理の名前はね、カレー。はい、だからカレーはカレー。ベネツィア市長の娘さん、ピアノが上手になりましたね。初めて来た時にはめちゃくちゃ下手くそだったのにな。まさに努力は報われるという言葉通りだな。あの曲って確か過去で桜庭さんが弾いてましたよね。ああ、そうだな。名曲は時代を超えて語り継がれるということだ。ようやくここまで追い詰め